はい、皆さんこんにちは、ワンダリング龍一です。では今回はデートオブザ下山続きをプレイしていきたいと思います。まず札幌なんですが、第11艦隊、これをですね、今札幌に向けて、出撃中という状態です。でここにはですね、戦艦に入ってますので、これで札幌の街を焼き払うという作戦で、さらに第一陸戦隊も投入していますので、これで占領も行っていきます。第二艦隊武蔵は不手際があり、物資不足のため呉に対抗中です。でですね、あとまあ肝心のですね、ミッドウェイ、前回ミッドウェイの基地航空隊、これが半分焼き払われてしまった敵の第10艦隊に対してなんですけども、反撃に出ます。ミッドウェイの基地航空隊がこれに対して航空攻撃を行います。でどうしてもここに差し向ける艦隊の余裕がないんですが、次のターン、状況が改善しないようであればですね、まあ、この第6艦隊を一度ミッドウェイ方面に転進させようかなと思ってます。そのため物資も 100% 補給済みです。まあ、ハワイとミッドウェイはね、対アメリカの最前線になっているので、ここはどうしても守りきりたいというところです。昇格随格の第4航空艦隊、これはですね、一度トラックに戻してドック入り、小破中破しているものを直していきます。で残っている今エスピリッツサンドに入っている第1、第10、第12艦隊でフィジーを攻略していきます。でこのフィジーの攻略が終わればですね、米豪遮断作戦は完了という形にしていきたいと思います。では戦闘を見ていきます。まずは札幌の奪還と東京の防衛、さらにミッドウェイもきちんと防衛していかなきゃいけないっていうね、ちょっと防衛と攻撃のバランスが難しいところにはなってきてます。ではミッドウェイの基地航空隊合計66機発艦です。喪失が大きいだ。軽巡一隻撃沈だけか、厳しいな。日本軍第11艦隊、これは札幌に向けていた艦隊ですね。これに敵基地航空隊が接近、対空戦です。15機であればしのぎきれるかな。沈没はない、勝破ですね。でエスピリッツサンド基地に敵艦隊接近、しまったな、艦隊がいるとは気づかなかった。アメリカ軍の第一艦隊、駆逐艦1輸送船2か、これだったらあっさり終われそうだな。うん、次の段で出撃してこの艦隊完全に葬り去りましょう。ミッドウェー基地に敵の陸戦隊、まあ、つまり海兵隊ですね、これがついにやってきてしまったが、状況が変わりつつありますね。東京でも戦闘中、東京とミッドウェイがかなり危ない状態ですね。さあ移動メールフェーズに戻ります。まずは第11艦隊、これ揚陸がうまくいってないので手動でいきます。これで札幌を陥落させましょう。で札幌を陥落させてる間にミッドウェイが危ないので、ハワイからミッドウェイに陸戦隊の増援を出しましょう。ちょっとそれ以外に今すぐ取れる策がない。さらに第9艦隊の方がいいか、第6艦隊の方がいいか、救援に出す艦隊ですね、ハワイから。スピードがある方を出したいな、35ノット。こっちで行こう。出航だ。とにかく、救わなきゃいけないので、急いで行きましょう、急いで。最大戦速。で、ハワイの方から陸戦隊も、ミッドウェイに出しましょう。ミッドウェイが取られると、ちょっとまた状況がね、変わってきてしまうので、
陸戦隊、第17陸戦隊を皇軍ミドウェーにワープ、海を何ともしない形でワープしましょう。この陸戦隊もミドウェーにワープ。これでミッドウェーの方の陸戦隊がハワイの方から2つの師団を送り込んだ形になりますので、合計で3師団になります。これでなんとか守りきれるかな。いや、守りきらなきゃいけない。で、問題はここだよな。このターン我慢して数を増やすか。この数じゃちょっと厳しいもんな。このターンは我慢して数を増やそう。どうする？前線と後方を入れ替えるか、それともこのまま増強するか。なぎ払われる可能性があるんで、せっかく精鋭部隊を出してもなぎ払われては意味がない。ちょっと迷いますね、ここは。96式の艦船、いや、増強でいこう。増強でいく。なぎ払われる可能性がとても高いので、ここは恐れずに行きましょう。最新兵器を出してなぎ払われたら目も当てられないということを考えての判断ですね。次のターンよって御堂駅地の航空隊が出れません。ここはなんとかこらえてもらいましょう。で、スピリッツサンドなんですけども、ここに入っていた敵の艦隊、駆逐艦1のみ残ってると思うんですが、これはもう無視してフィジーの攻略に向かいましょう。で、第4航空艦隊、これは先ほどご説明させていただいた通り昇格随格ですが、トラックに入ってドック入りしてもらいます。なのでエスピリッツサンドからですね、陸上部隊第20師団を残して艦隊を出撃させていきます。第20師団、これつまり陸軍ですね、が乗ってきたいよと言ってますけども、これ乗るとエスピリッツサンドがゼロになるんで、せっかく取ったところしばらく防衛したいので、このまま出航します。フィジーの敵戦力がどれほどのものかというのかちょっといまいちわからないんですが、ガダルカナルは拍子抜けする形でしたし、エスピリッツサンドもね、敵の陸戦隊がいないっていうね状態だったので、このフィジーももしかしたら敵の陸戦隊はいない可能性があるかなというふうには思ってます。なので、その場合にはですね、この第12輸送艦隊に入っている陸戦隊を下ろして、フィジーを攻略、完了させていきたいと思ってます。心配なのがミッドウェーだな。では、これで時間を進めていきましょう。では、まず札幌ですね。これ一度委任解除してしまって確実に取りたいので、敵の、まあ、敵のっていう言い方もちょっと悲しい言い方になりますね。札幌のね、飛行場をまず破壊しちゃいましょう。で、ミッドウェーの方ですが、今回何もできないので、見守るしかできないですね。基地航空隊も出れません。で、第6艦隊が今向かっていますという状況です。で、一応ですね、こちらの方面なんですけども、第12艦隊の方で索敵だけ簡単にしておきましょう。まあ、いない想定ではあります。で、あとは、ガダルカナルの方面、ちょっと見ておきましょう。まあ、ガダルカナルもね、結局のところ、何もないので、基地的なものが。なので、まあ、何ができるというわけではないんですが、ラバウルの方で一応、索敵だけ行っておきます。まあ、敵の艦隊はいないね、という確認ですね。一個だけ残っていた
俯瞰がどこに行ったかですね。ハワイの方はいつものように索敵だけ行います。雨ね。ハワイここのところちょっと雨が続いてますね、印象としては。ではこれで戦闘を確認していきます。さあまずは札幌。敵の直縁だな。まあ数は少ないのでどうってことはないでしょう。敵の陸上兵力計2個師団、これを焼き払う必要があるので戦闘は見ます。まずは敵の基地、そのうちの飛行場を破壊、その後敵の陸戦隊を叩きます。はい、札幌への第1回目の攻撃ですね。駆逐艦あられを失ったものの敵の飛行場を破壊、さらに敵の師団にもダメージを与えてますので、このままですね、なんとか攻撃を続けていきたいと思います。武蔵がいればなーっていうね、本当に失策でしたね。で、スピリッツサンド敵艦隊、これは駆逐艦1だと思うので、なんとかね基地の守備隊で迎撃してもらいましょう。特段心配する必要はないかなと思ってます。で、ミッドウェーだなー、ここが心配だけど、まあ陸戦隊を増員してるのでなんとか防衛してもらいましょう。あと敵の艦隊がミッドウェーの方離れたのかな。艦隊からの攻撃がなかったですね。今艦隊からの攻撃がなければ十分に防げそうですね。ではまずは第2艦隊武蔵、これさえあれば焼き払うことなど簡単だったんですけどね。札幌を本当に残念ですけど一度呉に戻してます。で、作戦としてはですね、まあ、札幌、ミッドウェイ、フィジーと、3つの作戦展開してますので、3つの領域に対してですね、この後指示を出していきます。あ、そうそう、山口多聞さんも今、呉に一度戻してます。空母をね一隻受領する予定です。ではフィジー方面見ていきましょう。フィジー方面ですが、第12輸送艦隊に入っている2つの陸戦隊、これを揚陸していきましょう。で一気にフィジーを占領する。でヤマトと第10艦隊ですね、これはフィジーに突入させていきます。今心配なのは札幌、そしてミッドウェーですかね。特にこの辺りは心配は必要ないかなと。まあ油断をしているとまたひどい目に遭うことが時折あるのでね、油断は禁物ですが、第一艦隊と第十艦隊があれば十分にね潰せるかなという期待をしています。で、ミッドウェー方面ですね。今、第6艦隊を救援に向かわせてますので、第6艦隊はこのまま進めていきます。ハワイが、陸戦隊の数が2つに減ってるので、まあ、そこだけ要注意ですね。この間に、ミッドウェーが陽動で、ハワイ攻略が敵の本当の目的だとするとね、ひどい目に遭うので、一応陸戦隊の数、第5師団と第30師団。このなぁ、陸軍しか残してないっていうのがちょっと心配ですね。勝手に動きやがったみたいになると失う可能性もありますからね。航空隊の方は補充完了してます。ただし連動がズタバロ。感想だけ忘れないうちにしておきましょう。はい、これで大丈夫ですね。ではこのまま見ていきます。で札幌だ。札幌の方は引き続き、いや一度索敵だけしよう。敵の艦隊稚内近辺にいたという事実ありますからね。索敵を行った後砲撃、札幌を奪還する。
で、続いてミッドウェイも見ておきます。まだね、第6艦隊は遠いので索敵を行う。雨かい、雨ですかい。索敵を行うものの敵艦隊は発見できずですね。ではフィジー方面に移ります。ハワイの方も後で索敵だけしておきます。ヤマト、そして第10艦隊の春田、この戦艦部隊による攻撃でフィジーを焼き払う。索敵だけ一回しておきましょう。で、その後フィジーの占領で、ラマールの方もですね、まあ、1回2回と索敵だけしておきましょう。ガダルカナルに、あとは飛行場を建てるかどうかですかね。心配される点としては敵艦隊はおらず、まあ、おそらくエスピリッツサンド、ガダルカナル、この辺りに敵艦隊駆逐艦1が張り付いているのかなというふうに予想はしています。ではこれで時間を進めていきます。フィジーには敵の基地航空隊20機がいましたね。ここは持ちこたえてもらいましょう。で、次で一気に飛行場を焼き払うということになります。で、札幌の方ですね、どうやら敵の陸戦隊が一つ減って兵力78だけになったようなので、これこの好機を逃さずに潰しましょう。42削った、次で削り取れるな、このままいけば。では、ヤマト、ハルナからのフィジー攻撃です。敵の直縁の数は20。ここも敵の飛行場を先に焼き払っておきたいですけどね。はい。これでフィジーの攻略完了です。アメリカ軍の海兵隊を壊滅、飛行場も破壊してあります。さすがヤマト。ハルナだけではね、攻撃完了しなかったんですが、その後ヤマトからの砲撃で完了してます。で、やっぱり武蔵がいればね、札幌の奪還が完了していたのかなと思うと、あの、失策。情けないな。さあ、ミドウェーの方ですね。防衛はどうやらできそうですね。なので、ハワイの方に陸戦隊を戻していきましょう、一つ。陸軍だけにハワイを任せておくのは、まあ、少し心もとないというか心配なので、ここは、ハワイも、いや、ハワイの方が、より最重要拠点になってますからね。一つ手段を戻しておきたいと思います。札幌の方はこのままです。敵を、これで、撃滅していきます。で、第二艦隊がですね、ちょっと動きが、委任だと芳しくないので、手動で、クレに入れちゃいましょう。というか、那覇の方がいいのかな、もしかしたら。どっちの方が、入りやすいかだな。なんか、那覇の方が、サクッと入れそうな、感じがするので、那覇に向かわせましょう。那覇で補給します。第5艦隊は順調に呉に向かってくれてますね。で、この、南雲さんも動きがよろしくないので、手動でトラックにもう入れちゃいましょう。で、第1艦隊、第10艦隊、第12艦隊ですが、これはフィジーの攻略。揚陸隊を入れれば次で占領が完了します。もう敵の航空戦力、陸上戦力すべて破壊済みです。ではこれで時間を進めていきましょう。あ、そうだ、ミッドウェイ忘れないうちに陸戦隊を一つ
ハワイに戻します。これでミッドウェーに2師団、ハワイに3師団という体制になりました。ミッドウェーの方ですが、敵の有無を確認します。さっきです、敵艦隊はどっかに退避したのかな。陸戦隊だけ置いて退避するってなかなか強烈なことしますね。ハワイの方も索敵を行いつつ、第6艦隊は移動するの忘れちゃいましたか。ここで索敵させておきましょう。むしろこの辺にいたりする可能性ありますもんね。いた、こんなところにいやがった。攻撃で沈める、戦うのがいいのかどうかちょっと微妙だけどな。第6艦隊が逆に壊滅させられる恐れもありますからね。ミッドウェーの方に入っている航空隊1残ってた、助かる。これで第10艦隊を葬り去りましょう。前期発艦です。発艦ではないか、出撃ですね。ではこれで時間を進めていきましょう。まずはミッドウェーに来ていた敵の第10艦隊、これに対してミッドウェー基地の航空隊160機で空撃をかけていきます。お、喪失も思ったより少ない。で、巡洋艦2を撃沈、駆逐艦1を撃沈。 OK だ、順調ですね。悪くない、これなら第6艦隊でとどめを刺せるかもしれないな。よし、軽巡小浜型1隻を撃沈、1隻を大破。これで事実上アメリカ軍の第10艦隊は壊滅ですね。しばらくミッドウェーとハワイの防衛がちゃんとできそうです。で、札幌ですね。札幌の方は残り3、カエスガイスも武蔵いてくれれば終わってたかなという感じがしますけどね。では揚陸してフィジーは攻略を完了していきます。フィジーの攻略がこれで完了したので、まあ、次のね、作戦という意味では、今、札幌の防衛とミッドウェーの防衛が終わればですね、いよいよ、アメリカ本土攻撃を視野に入れていきたいかなと思います。アッツ島もね、制圧しておいて、札幌に再上陸されるリスクというのをしっかりなくしておきたいとも思いますし、まあ、そのあたりのね、作戦を考えていきたいと思いますので、まずはね、札幌の奪還を済ませてしまいましょう。では、第4艦隊ですね、昇格税格ですが、ここ、しっかり直しておきましょう。で、昇格税格の修復が終わったらですね、ハワイの方に開港させて、次の作戦に備えます。で、山口多門さんのね、艦隊も増強したら戻ってもらいます。で、残りのですね、第4航空艦隊以外の第15、第16艦隊ですね、ここは修復が完全に終わってますので、井上さんの艦隊だけ、第15艦隊だけ、ここトラックに残ってもらって、第16艦隊ですね、こちらの方はですね、補給した後ハワイの方に開港してもらいます。はい、これで札幌基地を占領完了になります。なので札幌をね、しっかり守りつつ東京を防衛できればいいかなというところですね。ミッドウェーの方も敵の陸戦隊どうやら撃退できそうですね。東京の方はね、一進一退ですが、アメリカ軍に対して日本軍は陸軍を投入してありますので、この陸軍でね、なんとか守りきってもらえればいいかなというふうに思っています。というわけで、ではね、札幌の奪還無事完了しました。フィジーも攻略済みです。次の作戦をね、しっかり考えていきたいと思います。今回はじゃあここまでにさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。
内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。